おはようございます。カウパーメンです。はい、ダスベイダーから始まりましたが、実は沖縄が今ちょっと台風を直撃してて、外に行けない状況なので、ガレージでちょっと撮影してます。で、台風対策としてウッドデッキとかに置いてる長いサボテンとか、あとこのテーブルとか、なんか名前わからんけど、キーとか、サーフボード、サーフィンしたことありません。これはい、ちょっと飾っといたらおしゃれに見えるかなと思って買ったやつとかを、はい、飛んでいかないように入れてます。で、このバイクも僕のではありません。これはもう、はい、ちょっと台風対策で濡れたくないということで預かってます。知人のバイクです。で、今日はこちらのインパラを紹介させてもらおうかなと思ってます。こちらですね、まあ、アメリカの車ですよ。はい、1964年のシボレーのインパラっていう車で、まあ、聞いたことある方結構いると思うんですけど、はい、シボレーのインパラです、これは。はい、で、ちなみに一応シボレーは GM っていう会社が作ってるメーカーブランドなんですけど、で、上のこのキャデラック、はい、これね、通称タテメとか言われますけど、はい、これね、これも一応、GM なんですよ。 GM の、これはキャデラック の、 この車種はデビルコンバーチブルで、これは GM のシボレーインパラ。トヨタで言ったら、トヨタのレクサスがこういうキャデラックになったような感じですね。で、はい、トヨタのトヨタがこれシボレーみたいな、ちょっとキャデラックは高級車の、高級の、なんかあれ、俺、なんやったん、高級のあれさな、高級車のあれっていうこと。言葉が出てこないんで、ちょっと朝っぱらから、はい、やってるんで、いつでも出てきませんけどね。で、この、はい、まあ、とりあえず、こちらのインパラ紹介しましょうね。で、はい、まあ、フロントから。とりあえずこちら、はい、沖縄ナンバーじゃない、それはどうでもいいわ。あれよ、よくある、まあ、64年型のインパラだから64にしときますせみたいな、 あるよね、やりたがりよね。で、こっちも一応紹介させてもらうと、66年のキャデラックなんで66ですよみたいな、あるよね。で、はい、これは、この、まあ、インパラは、もう、まあ、買って全然、はい、まだ半年とかなんですけど、何もほぼいじってません。はい、ちょっとだけ、はい、僕好みに、パーツをちょっと外したりとか、エンジンルームの、はい、フュエルフィルターをちょっと取り回しを変えたとか、そんなもんですかね。下回りのちょっと塗装が剥げてる部分を補修したりぐらいで、ほぼほぼ、はい、買った時のままの車です。で、まず、はい、ちょっとこれね、なんだ、オープンカーでこのホロっていうか、要は屋根ね、電動でちゃんと閉まるんですけど、まあ、上にもう本当にすぐ上にこのキャデラックがあるんで、今閉めれません。はい、無理です。なので、このままちょっと紹介しましょうね。まず、なんかこれ運転席、ちょっと乗ろうかな、ちょっと待っとけ、よし、はい、これボタンを押しながら開けるよみたいな、で、開けますよみたいな。もう内装見てくださいよ、これ。一応言うけど、もう死に綺麗、おしゃれ、かわいい、あ、やばい。で、なんかもうここにもインパラって書いてますよっていう。
で、はい、でこれはあの暗くて見えないんですけど、ちょっと開けよう。あのこれあれ、あのオーディオ、あのもう、ね、これアメリカの純正 の, あのラジオもう一応この残ってるんですけど、はい、使えません。生きてることも知りません。まず周波数が違うんで、あの聞けないんですよ沖縄で、まあ、日本で、はい、でだから後付けでこういう風にカロツェリアですけど、これは、はい、こういうのをつけるっていうのが多いですね。で、まあ、この車純正でドリンクホルダーも何もないんですよ、この当時の車って。もう何も、もうドリンク飲むなみたいな。だから一応これ綺麗にこのシートの、はい、素材マテリアルっていうのを使ってやってる。シープですさ。で、はい、あとハンドル周り、これまたおしゃれなのよ。これここメッキをゴールドにここ変えてるとか、このステアリングホイールもうツートンカラー、よっしゃ渋い。でこれを分かります、あのシフトインジケーターっていうかな、これ、はい、もう周りもメッキ、マジもう無駄な豪華よね。これ何かっていうと、これね、これはあのガンスポドライトっつって、これ知らんけど、なんかあのあっちのアメリカとかの警察官がつけてるんですよ、犯人追っかけるときにカーチェスとかでライトで相手を照らすみたいな、すごいブワーッつ光量で、で、はい、あの相手を照らすやつで、あのな、何か、うん、でこれ別になんか警察でもないくせなんでこれつけてるわけみたいな、あるでしょ。俺もわからんけど、このローライダーってのはこれをつけるのがかっこいいとされてるみたい、知らんけど、がついてます。で一応これ稼働するんですよ、うん、ダミーかなと思ったらつくっていうのがすごい。で一応この辺メーター周りも、もう本当にオリジナルの、はい、雰囲気そのままですね、はい、で時計も生きてる、それこれチカチカ聞こえるでしょ、はい、マジでちょっと、ね、遅れますけど時計、はい、精度もめっちゃ悪いけど生きてるってことだけでも本当に感謝ですよ、はい、でこれ前のオーナーさんがこのダッシュ周りのこの辺あのなんか綺麗になんかやってる、なんちゅうかな、分かるけど。であとは細かいの、あまずこれ、これね、はい、これなんか通称っていうか日本だったら多分三角窓っていうんだけど、これがこうやってから手動で閉めたり開けたりできると。これは分かります、風がさあっちから来てこの中に入ってくるわけよ、ふわーっつって、うん、だって純正でエアコンないっすもん。だからこの三角窓で外気を取り入れるんだっていうね。で上のやつがこの小さいのがこのハンドルが、まあこの三角窓のやつで、下があのあれです、あのこの普通の、はい、あの窓、はい、同じ手動です、まあ、手動の方が安心だね。でこれなんでこれこうなって中途半端にこれもこんな後ろもこんなして開くで閉まる。でこれなんでこんなって角度にしてるかっつったら、なんかかっこいいからあっちもほらちょっと斜めにしてからかっこいいだろみたいな、この角度なんかよくね、このピーラーのここと合わす人とか多いんじゃないかな。ピラーのこれ A ピラー、これピラーって言うんですよ多分この角度と合わせて、はい、かっこいいぜみたいな、うん、で、はい、であとはあとこれは後付けのやつで、ハザード
あのウィンカー、ウィンカーじゃない、あのあれさ、4等さ、ハザードですよ。で、これがライト、あのヘッドライト。で、ワイパー、横へこうやって回すね。で、これが、はい、あのあれですよ。これ、あのエンジン。今かけたら、ちょっと待って、あの、もうガス、排気ガス充満してから死ぬから、エンジンかけん、ちょっと。で、これは、書いてます、ライターって。これ、あの、シガー、ライター。で、ラジオ。これは何回あってもでしょ、これ。同じような、あれで、ノブで。これはね、あの、これ、灰皿。うん。たわけよ。して、これは、あの、暖房のやつね。エアデフテンプ。さあ、これ、温度。これで温度をあの暖かくしたりぬるくしたりあちこちにしたりして、デフってのは知らん、エアってのは多分これ風量やん、知らんやつさ。でちょ、これこのスイッチ何ですかと。でこれはハイドロっていう、あのローライダーの人たちがズッコンバッコン知ってるじゃないですか。ズッコンバッコンってあの変な意味じゃないですよ。あの上げたり下げたり、なんかまああのすごいのはバンバン飛んでるというか、前がブワーン上がるじゃないですか。あれがこのボタンスイッチで上げたり下げたり。でこれフロントの2つ、右と左がある。でこれはリアが上がったり下がったり。でこれはあの左を調整するとき、ちょっとね、あのローライダーの油圧、電気でモーターを動かして、でそのモーターの力で油をこの押し油圧であの、はい、車高が上げ下げするんですけど、はい、あのやっぱどうしてもちょっとね、あの微調整必要なんで、これリアの左と右をこれで下げたり上げ下げたりしてからちょっと調整するみたいな。平行の感じです。で、あとは何があるか。まあ、一応ちょっとかけてみますか。かっこいいんで。一瞬。で、一応アメ車のエンジンかけるとき、まず一回ね、キャブこれちょっと。3日ぐらい、4日ぐらい、いや待てよ、1週間ぐらいエンジンかけてんから、キャブにガソリンがすっからかんなんで、はい、回してもエンジン、ま、あのエンジンキーを回してもキーシリンダー回してもエンジンかからないんですよ、大体、うん、セルモーターが回るだけでガソリンが来てないからエンジンかからないんで、で今ジーって聞こえるでしょ、このジーって聞こえるのはあの燃料ポンプ、はい、燃料をガスあのエンジンに、今ガソリン段からエンジンに送ってて、でこれをちょっとジーってさせてガソリンがこの流れて送って、はい、ちょっと行ったかなだから、ね、5秒ぐらいちょっとオンにしたままにした方がいい、してちょっと一応1回とかアクセル踏んでガソリンをちょっとさらに回してあっちにキャブにしたら、ほれ一発、はい、すぐかかるわ、いやだわけよ、この日からっていう感じでございます。でこれマジ、これ一番俺一番っていうか、もう定時渋いのがちょっと俺あのスモールつけるさ、でちょちょ光ってるんですけど、こうやってメーター、俺これこのシフトのインジケーターっていうかな、死に渋い、光ってる、ここかっこいい、はい、これもう光ってる、うえっしゃやばい、渋いっすね、こんな感じでございます。そう、はい、もう見てみて、あの排ガス充満して俺死ぬから、ちょっと待って、エンジン切ろう、うん、いう感じです。とりあえず一旦降りよう。で、今度後ろ乗るときは
で開けるでしょ。こっちこんなしか倒すわけよ。倒して後ろ乗り込みますよと。ちょこれこれ終わる？斜めになってる。これあの乗り込みやすいように斜めになってる。こっちこっちが開く。ここが。で、あとは、はい、これ何かって思うでしょ。これまたゴールドにしてるかし、いやらしい。いやらしいわこれ。ね、あのこれあれなんですよ。あの元々のなんかラジオのスピーカー、あの当時のはあのアナログなんで、多分一個しかスピーカーなかった。これもう今飾りです。何も入ってません。中には。はい、でこれ屋根がウィーッつって閉まるんだけど、今上にこれがあるから閉めきれませんよっていう話。はい。あと安さ忘れてたよ。これはあのだからこの、まあ、今の現代史でもついてないけど、もうメーターと要はあのどうです？スピードメーターとあのガソリン の, あのゲージしかついてないんですよ。であとこの英語でなんかオイルコールドホットコールドオイルゲンって、うん、よくわからないけどあんまこのね情報が入ってこないから、やっぱこの車って結構あちこちちょっとトラブル起きやすいんで、ちゃんとね3連メーターをもうつけた方がいい。ついてないのがないと思うんですけど、3連目2連かよっていう。あのね、まあ、一応これはまあ分かると思うんですけど入ってて、はい、このボルト、これ電圧ですね。でこう電圧っていうのは車ほらあの大体12ボルトなんで、でオルタネーターって発電機がついてるじゃないですか。それが12から14の間ぐらいを発電してないとダメですよっていうので、はい、見るやつです。でこのウォーターっていうのはあのこれね温度がね、これ華氏っていうかアメリカの温度なんですよ。だから多分190から230の間ぐらいだったらだいたい半分ぐらいじゃないかな、100度ちょっとぐらいだから、適温が100度ちょっとぐらいのはずなんで、はい、そんな感じだと思います。適温が100度ちょっと超えるとビート気味になってくるよみたいな感じですよ。赤か。いやこれチブル映しよこれ。だからもう低いんすよね。はい。でとりあえず今日は、あいやこ今日はじゃない。今回は言った内装の、はい、ご説明をさせていただきました。はい。まあ渋いっすよねこれね。本当に。車です。本当にね、不便だけど楽しい、かっこいい、それだけです。燃費も悪い、運転しづらい、うん、もういいことはもう全てもうかっこいいっていうだけで、もう全てがもうあの全部 OK この車、うん、燃費悪いのか知らんしマジで、うん、って感じですよ。あのはい、一人で喋ってるんでなんかあんまりねあれなんですけど、で後ほどっていうかまあちょっと外出しながらこの、はい、外装とあのあとは、トランクルーム内とあのエンジンルーム内の、はい、紹介も、はい、またしていきたいなと思ってます。はい、今日もカウパーメンチャンネルは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また、はい、インパラ、64年型インパラコンバーチブルのご紹介しますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。